はい、どうも、こんにちは、適当です。今日はね、スロー&リバー、リバティ、スローリバの続きやっていこうと思います。4章からかな。敵がね、だんだん強くなってきたから、ビルドとかも入んないといかんのかな。まあ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 、やりましょう、とりあえず。髪をカスタマイズ、ディスカッションに参加、知らん。あ、まだ3章終わってねえ。もうちょっとで終わるか。ルナ17。シンクの森のテレポート石の近くに来てください。お待ちしている。4章シンクの森の三重師、やりましょうか。いや、これやってないんだよ。7個ね。これやり方わかんない。わからん。これかな。あ、これか。やっとなんか出てきたな。これがやっとできるっぽいね。やるか。7個も来たらもう一回やろう。これもなんか狼狩り大会みたいな感じで、納品みたいな感じやる。この粉を集める。あ、どこか貼っていけばいい。最高潮に達しましたね。時間はあと少し。さあ、星の粉を集めるのはやめて、石碑の前の焚き火に巻きましょう。さあ、移動してください。早く。はい、囲まれたんだから気にしないで。多すぎ。ちょっと待って、敵が多すぎる。はい、いって、死ぬ死ぬ死ぬ。あぶね。嫌われる前に急いで戻りましょう。エルサス平野にはまたいつでも来れますからね。また星の光からの呼びかけを待ちましょう。違うあれだったな。イベントやっちゃった。踊る時間だぎゃ。あー、これ時間ってなんかすんだな、多分。おう、あ
の時の隊長ご存知ですか？隊長は全滅。隊長から直接話を聞きたいのに教えてくれ。話が。ありがとう。早く終わりそうです。いいっす。押しかけ天文台の上を頼む。俺は下に仕掛けるぜ。なるほど。これのイベントを会ってる時に、なんかしないといかんかったのかな。狼狩り大会と一緒かな、要は。わしにはできんから。なん、このマーク何、死んだってこと？これやるか。これで問題に。またゴブリンども話を聞くんだぎゃ。待ってね。未完成の魔術トラップを、ほい、天文台に道具にほもらおうか。これか。あれしようって言ってたな。ダンジョンに行ってみようって言ってたから。ダンジョン行くか。ゲンジェル！聞いてろ！そんな！残るはお前だけど。アーキューム侵入隊長。また過去に戻っちゃった。一人残らずあの世へ送ってやる。なんか。
ザール様に従え。命だけは助けた。私を何度殺そうと貴様らに従うことなどない。強すぎだろ。これ以上は。あーで逃げたあいつが援軍を連れてきたと。だから連打したせいでさ、このあれが消えたんだが。大丈夫。異常なパッシブスキルスキル。あと、スキルアップでもしとくかな。この絵のやつをまだ行ってないからな。この辺はゴブリンがよく出るので、夜はお気をつけて。5ポイント。感覚の鋭さ。大ダイマンド。影響させるか。あ、どこや。あぶっ。静かになりますが、あの上にある配信殿では悪霊が現れ、闇の亀裂ができるそうです。装備したらいい。恐ろしいや。ちょっと待ってな。あ、俺装備使っちゃった。まあいいや。で、海どっかでベッドで行けるっしょ。ああ、バリアちょっと。さらにパワーアップ。1個しかないんだが、まあいいや。願い。ああ、レベルアップしなかった。はい、そうです。あ、新しい魔法ができたな。
あー、どれ、アイシクルスピア4ダメージ、350% のダメージ要素。これは、ロックは、ちょっと。クルスピア、破片上げて。ちょっとまあよし。で、武器もつける。なんかつけれるんで。ああ、スケルトコポイント。レインライトニングを。外しちゃったのか。最初の33メートル。発射する。いや、ごめん、これ違うわ。あー、じゃねえや、ごめん。ゲームじゃん。レインランドをパワーアップさせたらいいな。よし、これでいこうか。あとは、バーガーン。サービス強化、これか。アイテム結構ひどい。装備してない。もうちょいするか。なんかいいのさ、次のいいのさ、あのいい武器を拾うと思うとなんか強化しづらくね。武器はあれですか。変えたときに石が足りなくなるから、そこそこでいいや。あ、敵は強え、だいぶ。4ぐらいにしよっか。
リーマーこんなもんで行きましょう。フレンド。多分どんどん使ったらいいんじゃねえ。熟練と。あと。で。ここだ。突進する門番。スピアも強いが、どうかな。ドキュがもらかい。7はいいか。連戦？強い強い、普通に強い。あー死んだわ。どうしたらいいんだろうな。復活押し寄せる。もう一回やってみるか。アイトリーハウス行くか、あとでな。6をうまく使いてえな。指定した方向に出よう。使い方がよくわかんねえ。まあいいや、やってみよっか。
ちょっとだな。一回外で復活しようか。いやこいつ強いわ。19以上か。一応19だからいけんことはねえが。もう一回チャレンジしてダメだったらやな。なんか、ほい、チッ、落ちてるんだよ。今のに切れたか。でもなんとなく分かってきたんだよな。Q をちゃんと当たってんだよな。4と9をあのジャンプ攻撃に合わせて打たないと。あーダメだ、今回ちょっと。やめとくか。
まだ早い。でも強すぎ。続きやるか。アシェンとの会話。絵の中にそんな空間が。あ、変なボスが。星の力を持つ人だけが入れるみたいです。襲いかかってきたんだけど。やっと分かった気がします。ありがとうございます。私の絵が役に立つならいつでも見に来てください。星影天文台遺跡の画家アシュヘンの絵には奇妙な力が秘められていた。星の子を新たな空間へ移動させる力があり、そこでは星の子が自らの能力を自由に成長させることができた。この辺はゴブリンがよく出るので夜はお気をつけて。から飛ぶがいいかな。で、あそこに飛べばいいか。火のことか。けど無視していこう。え、どこ行ってんの？神田が。なんか新しいローブ出た。ローブ。あ、これつい。あ、最大マンのコンボ。鍛えたら強そうじゃね？帰ろう。
階段強い。魂がなんかわからん。ついていけばいいのかな。やべ、俺これ反対方向、あ、これが始まったって。なんかやばそうやな。こっちやめとこうか。なんか違うな。ストリーマーとスポンサーをつなぐプラットフォーム、ストレア、イカ役。なんか出てきた。
ぱいあるんや。どこ掘るか。これか。これか。いいだけ。あんまないんだから。はい、あるにゃーって言ってたじゃん。回復できんのか。料理もできる。初めてやるな。さまざまな効果を持つ料理レシピを確認します。各レシピに必要な素材、料理の効果を確認します。ミートオニオンス、あー足りねえ足りねえ。成功率、素材、料理を選択して料理をボタンを押すと料理は回復。何もできねえ。料理できるようになりてえな。なんかある。シノキ。豊かな森だった地は今では赤黒く変わり果てた姿を晒している。シンクの森の主ブラッドスパイダーは森に入ったヒューマンを捕らえて何者かに捧げているという。ゴブリン、ここら辺やるか。ゴブリンの仕事。ブライドルッティン。いや、これ。
近くにウエストの対象があるな。いい、いい。おい、助けてくれにゃ。ここが全部沈んでしまうぎゃ。そうだけど、オイラにとって大事な場所だにゃ。いや。頼むにゃ。早く排水装置で水を汲み出してくれ。その間、大事な仕事を。排水装置。これか。もう少しだけ。もっと早く。え、これ全部。やってるけど、もっと早く下に降りるにゃ。ご先祖様、これご苦労だ。おかげで大、それはズバリオイラのご先祖様たち。火を吹く、うん、これか。さっきの人、早く来ないかな。え、どなたですか。何かご用ですか。おっと、これは失礼しました。僕がルテインです。来てくれてありがとうございます。あの、進撃の巨人のアルミみたいな髪型だな。すぐに魔力を持った方の助けが必要なんです。それで、ルナ17の近くに魔力を持った人を感知したら、通信できるようにしておいたんです。ラスランの隣にストーンガルドという領地があります。そこの一番大きな村がビエンタなんです。最近その村からルシルという子供がいなくなり、その捜査依頼がレジスタンスに来たというわけです。しかし問題は、その子が1日経っても見つかっていないことです。なので僕と友人たちが依頼を受けてネスト草原とシンクの森まで捜索地域を広げ探しているところなんです。子供がいなくなったと。このシンクの森にはモルクスという怪物が住んでいます。もしその子が森に来ていたら非常に危険な状況です。普段からモルクスの動向を把握するため、魔力記録装置、魔力記録装置を設置していました。魔力記録装置を僕の代わりに回収してほしいのです。その間に僕はモルクスの装置は雲の卵の山に隠しておきます。森のモンスターに壊されないよう魔力を持つ者だけが雲の卵の山を探せば、あなたの魔力、森で出会ったルテインはビエンタ村の子供の一人が失踪した事件を調べていた。捜索地域の一つであるシンクの森は非常に危険で、彼は魔力記録装置の回収に手を貸してくれる人を探していた。彼が作った魔力記録装置は生き物の動きを記録するものだ。バチでやべ。これかるか。あれ、なくなったのか。この卵の山。やっぱ。ルテインがシンクの森の怪物モルクスの巣を調べている間、隠しておいた魔力記録装置を回収するために
あ、森の中を歩き回った。なんかできた。協力型ダンジョンまで寄り突破して卵の塊の中から魔力記録装置を回収した。これで子供の痕跡について確かめることができそうだ。ダンジョンリストで入場したいダンジョン選択。キャラクターレベル22。いや生きていいけど、どうやって行けばいいんだ。パーティーマッチング、スーパーディッチ、簡単に来る。ああ、これでついていけばいいのか。レベル20以上だけど、これ20になったか。ああ、でも来てる人いっぱいいるわ。なんとかなるよ、ついていけば。マッチングしねえな。ページバンチ、こういうのもあるわけ。戦闘力とかもあるわけか。これかな、今俺らはやってる。待っとこう。例えばパーティー狩りがな、醍醐味だよな、MMO。どれが来レアとか拾いてえよな。シンがいないんだな。これある程度ストーリー終わったらシン行ってもいいな。これ決まってんだ、タンクと支援職。支援が来ないからいつまでたってもいけないって深刻なヒーラー不足だね。ファンチャットささやき、すごいね。このいいや、なんかアイテム取ったらこれ出るのか。これさ、どっか待ちます。どこもさ、ヒーラー待ちっぽいから、ヒーラーやりたいね。
ンクーとクソ楽だ。ナイス。おたおた。面白い。壁いると楽。いけ、これ避けないとダメ。よし。Thank you, thank you。回復ありがとうね。あーちゃんのスキルかな。やばくね。これ死ぬ死ぬ死ぬ、やべ、あぶね。なんか別れちゃってんだけど。これに追われてんだわ。いや、どこ行ったこれ。ダメだ。
やっべ。これ無理だ。行かないと死ね。神がある。待ってねなんだけど、普通に。言われた。場合か。いや、掘ってる場合だな。あ、取れなかったか、俺。良さそうやな。え、さんしとくか。これ何？あ、これで帰れるのか。一人で行ったら死ぬから。ボスだろ。ここは私を閉じ込めたのはお前ら。一人で
次の恐怖。エリパーつえ。いって。ネプチンのベッチ。死んだね。止まらない。これでやべえ、死ぬ。だから、あー死んだわ。一人で耐えられる。これいけないんだが、あーこれ入ったらいけないの、一回死んだら入れないのか、よくわかんねえな、これ。もの、おもんな。出るか。閉じ込められたって俺くれたけどよ。なんかくれたけどやな。Thank you。 なんかもらったよな。武器もらったか。これ何回か続けてレベルアップしねえと話になんねえな。禁煙契約の証。要すると禁煙が違う。ああこれ何回もいけるわけじゃねえんだな。だってルーセント追加のポイント、90ポイント、これで帰れるのか。あこういうのがいいな。これを貯めないとダメか。今日はあれもしたいね、その依頼あなんかもしないとな。思ったより敵強え。
これ抜けない。サブクエやるか。なんか装備拾わんかったっけ俺。ああこれか。ダークウォーリアー、なんていうの、これ作るか。オッケー。で、俺食らってない？食らってるわ。何も問題ありません。ありがとうございます。ではこの装置にも子供の子モルクスの隠れ家の中でどうやらあの子は失踪ではなく仲間に、ああ僕の負の仲間のロバートが魔力記録装置を回収したルテインはこの森の中に子供の痕跡がないことを確かめたが、モルクスの巣から子供の拉致を命じた指令書を発見した。失踪ではなく拉致ならばさらに事態は深刻だと三重士の一人であるロバートに伝えてほしいと頼まれた。ロバートはネスト草原でいなくなった子供を探していると言った。ちょっと硬くすったか少しな。もう一回行って、なんかいいアイテム取れたけん。行けるならば行きたいね。今なら俺こいつ倒せるんじゃない？もう一回ワンモア。これで硬くなってる、これが。おっしゃー。あ、これは無理だな。帰りましょうか。戻るってどうやんだ。いけない、いいかな。ドリーマー、ブロック型ランチョン、もう一回行こう。行ける範囲で。ヒーラー待ち。ごめんね、ヒーラーさん。クロスボウ、ロットが欲しい。まあ、ロットは一番欲しいけど。何回も行くか。急いで行ってくる。よいしょ。
あ、入場してね、ごめん。総理、総理。まだ行ってなくね？え？待って。総理じゃん。どうやって出れるか。か。あ、僕やった。夜のシンクの森は暗く、ランタンスパイダー旅行者がよく、ランタンスパイダー、早く部下たちにそうしてくれるか。人手不足だったんだ、助かるよ。作業が終わったらエイボーに知らせてくれ。はい。これはいるやん、ランタンスパイダー。ああ、でもやってんな。前でっかい前か。これか？これやな。で、ランタンスパイダーをやる。なんだこれ。死ぬって。ちょっと待って。ランタンスパイダー飼ってるから邪魔になんねえ、かぶんねえようにしてるけどな。まあ無理か。じゃあランタンスパイダーいねえ。ランタンスパイダー枯らしてくれんかな。
あったあったあった、これか。うつ俺ばっかり。もう一個やね。もう一体。あ、スパイダーを。あくまで。いいや。あったスパイダーも。これにも何か言う。痛い。ブラックスパイダーも倒さない。あなたがこの目、おかげさまで終わりました。で、これをやるか。多くね、えらい滝の近くか。行くか。前はまだできる。OK。これか。先に依頼受けた方がいいか。わかんない。スパイダー、え、過ぎちゃったのか。ここら辺がね、
あー、これマスクがないと現れないとか、そういうことかな。なんでそこに人がいるのかな。いねえよな。登れに分からん。エリートマムの位置、エリートマムの10分ごとやけ待っとかないかんな、これ待ってんだみんな、これ。ああ、そういうことか、やっと分かった。この人たち待ってんだ。でみんなこういったやつは全員もらえるんだ。オッケー。スケジュール表の点を置く。スケジュール。あ？スケジュール表の点は分布フィールドのスケジュール。モルクス。モルクス。モルクスをどうやって殺せるんだ、これ。これか。あー、時間でボルクス。あー、これでボルクスが湧く時間。10時。レベル40。あ、俺クラッチに？一回戻ろう。なるほどね、モルクスを倒さないかんわけか。森？それとも新ランド未来級。一人で冒険。どれ、私が勇者に依頼を選んじゃろうか。何？何？ぽいぽい。草原行くって言ってたから、草原近くでいいか。おっす。あと2個受ける。よし、これで行きましょう。あっと、あ、勇気ある冒険家に。おう、おいらはせ、いらっしゃい。お前狩りに行くぎゃ。あー、これはもう上がんねえ。
か。お、購入できるのか。オーナメントコイン。違うか。なんで素材まで全部持っていくギア？運んでやるぞ。クロスグローブとか作る。あ、カバンは片付いたギャ。レイドボスの本草いつ開くんだろう。うん、出てる。ああ、これでちゃんと時間で決まってんだね。ゲルノボール。ある。マラッカ。タイタン8時。8時。次元の通路。次元の通路ってなんかわかんない。さあ、現れて次元の通路のところで。まあ、とりあえずここね、シンクの森に飛べばいいか。よし、じゃあ一回街戻って作れるもん作ろうか。なんとこ行ったのか。アミーハウス、アミトイハウス。編成完了。報酬を受け取ります。なんか出た？遠征隊のレベルを上げろって。雨の日はまん、何でも揃ってるよ。こういうのもちょっとこう買っとこうか、料理できるように。新装買っとけ。
ありがとうよ。依頼で獲得した依頼コインを使いたいの。アホーイ、依頼を見てくれたら。依頼こなしてみた。まだ手や押しかけてる。集めてきな。こっちは売ってるんだよ。倉庫は、倉庫は世界で一番安全な倉庫だけ。石。まあ、タップワープグやってる。お、トムさん押す。新しい。面白いよ。いつ、どんだけやるかわかんないけど。材料。材料。飯の材料も入れるようにし。これが今熱い。ストリーマーとスポンサーをつなぐプラットフォーム、ストレア、イカ役。あれ、空きがねえって言われた。あー、空きがないか。あれ、ちょっか。金が飛ぶよ。結構ね、やってる人多い。俺のフレンド登録してる人も。やれることやるか。重てえな。重たい重たい。ただね、ぼっちだから。パーティー狩りがさ、できねえ。今からパーティー狩りしようと思うんだが、武器か。いい武器に。そうそう。あ、プレイヤー切る？いや、なんかね、平和じゃ、今平和のとこばっかなんだけど、平和じゃないとこ行ったら、普通に。あ、これ武器買っていいかもな。これ。あのね、プレイヤーキルありのとこもあるんだよ。で、ギアブ、埋めるやつがあるんだよな。アイアン。アイアンヘルム、クロスグローブ。あれも、買っちゃっていいのかな？買っちゃうか。金でなんとかできんか。いい武器は勇気の源だ。買っちゃうか。金が一気にいった。これで、ギアブックに登録できるじゃん。で、報酬がもらえる。いや、でもこれ、金かかってっから、あんま良くねえかも。あー、こんな欲しいもんじゃねえし。なんかアイテム落としそうだね。敵からもらったらいいかも。健闘を祈る。復元魔術師は関係ないか。これなんや。石窯。あ、料理か。料理まだ一回もしてねえ。あー、ソルトがない。ソル。え？ソルトがないんだが。ソルトどこで手に入れる？あー。まだ合成とかはまだできないな。どんな武器？よいしょ。俺に任せな。ロッド。この辺が作りたい。まだ作れ。ではまた。必要な防具を。防具作るか。丈夫な防具をお探しで。俺が作ってないのは腕か。腕がないんだな。あっちだ。魔女。予言者。壊れてます。予言者とかじゃない？心配ご無用。復元魔術直してみせます。
成功。あと何作ったの？敵がだんだん強くなってきた。マントなし。グローブ。パンツもな。ボトムズ、ブレスレット。ベルトも。マント作ろう、マント。マント。丈夫な防具をお探しで。術師狩人です。これかな。グローブ作った。ボトムス。ボムス、暗殺士。聖騎士、この絵。あかんね。これなんか見れないのかな？半分壊れましたよ。これはつくかもしれん。何でもいいんだ、多分。次。防具素材とかも作る。多分いいのかな。壊れてますね。心配ご無用。復元魔術で直す。いつかどんな攻撃も防ぐ防具を作りたいわ。防具箱。アクセサリーが足りねえな、多分。よいしょ。復元完了。アーキウムたちをボコボコにしてください。よし。で、これはもう。よくわかんないけど、はい、トランスモーブアクセサリー作ろう。それじゃお客さん、会話中はありませんか。指輪、ブレスレット、指輪2つ、ベルト、ベルト。ここに来るなんてお目が高いですね。リンゴ。ダメ。もう作れねえ。あー、これがいるのか。人間がいる。ありねえ。オーマイガー。ブレスレットも作りたかったなぁ。この尊いアクセサリーをご覧ください。あー、純金が足りねえか。お、答えを書くときこれもらうか。よし、で、ブレスレット、
応これでアンカモンで固めたか。ロングボウが何も作ってない。で武器強化、防具強化かな。名所って何？一個だけね、ダンジョン行ったらこのレアもらったから、ダンジョンどんどん生きてんだよな。ただヒーラーがねいないから時間かかんだよな。これはそう、レベルアップできないんだな。これが、これを作るには動かして支えること、分からん。お次、武器強化になる。レベルちょっと上げるか。こんだけあるっけ。どんぐらいまで行くとこか。指輪かな。あー、だいぶなくなってきた。特急とか出てほしいんだけどね。仮に、あー、いや、協力型ダンジョン行ってみるか。これうまかったな。はい、ヒーラーがね来ねえんだよな。だからヒーラーが、ヒーラー色はかなりアンクはすぐ来るんだが、金集めてヒーラー装備集めてヒーラーに転職ありだな。多分最初のその今やってるソロストーリー終わらせねえとな。ヒーラーだと周りに飛んだな。これとさっき取ったのかな。もっと壊してください。マットも忘れなく。あ、ロットが欲しいな。クロスボウ、じゃあ取った、行きますか。
あれみんな承諾してないのか。あこれ承諾しないと入れないんだなって契約の証。次元人の討伐ターゲットを形に契約の書次元を使用すると報酬を獲得。さあ2回目のパーティー。さっきは死んで、あのなんか閉じ込められて終わったから、やべなんか重い。タンクの人に全て任す。わしはダメージを出そう。 ADC なんて。分断したんだよ。俺が初めてやったから要領分かってなかった。ダメージ意外といけえから、タンクの人が前に出るまで俺は絶対に攻撃をしねえ。出すのが仕事だよ。なんか変えようか。ターゲットがね、刺せないんだよな。タブでやるってことかな。みんなと何どこ行くか。俺と助けてけろ。後ろってくれ。足がターゲットになったー。いや挟まれてんじゃん。よくね、みんなよくないよ。あの影が一人ずつやらんと挟まれちゃうから。
さっきもこれでなんか死んだからな。なんか燃えされてる。ヒーラー大変だな。ヒーラーさんには頭が上がらんよ。ありがとうね。俺がこういうそのダメージ出す系になる珍しいんだよ。いつもヒーラーするから。だからこの手のゲームはやっぱり序盤ソロがね、ヒーラーじゃきつい。だからこれ抜けてからだよな、金集めて。しないっすよね。センキューセンキュー。ちゃんと固まっていこうね、みんな。コピーマサみたいな技使ってるやついるな。コピーみたいな壁ドンやってるやつ。どれだ。ないです、これ。なぜこれ。どうだ。見て。ああボス。行くかい？お待たせ。ラベラ作るぞ。こいつが強かったんよな。これからは絶対に攻撃しねえ。ここは
所を閉じ込めたのはお前ら。あ、俺にあれが来んだよ。アクション、トイコチトランスプレイネックスと、うえ、イカヤク。ありがとう。くいでよけねえか。アンクさんもありがとう。布、そして革、防具の基本ですよ。強い、全然強い。こっちの方が近接回避がなく、クリティカルとスタンフよ。あ、でもこっちの方が強い。はい、行こうか。もしで、じゃこれで今日のラストにしましょう。あ、ごめん、ソロは無理です。これでね、知ってる人と一緒にフレンドで行きたいな。ノラでも全然面白かったけど。必要な防具をお作りします。じゃあ。これはすぐ来るんだよ。アンクとヒーラーが来ない。
今、これ欲しいね。グローブとロットが欲しいな。ロット出るまでやりてえな。マッチングした早いわ。もういいか。全分かれるのよくも アンソルのあの星の惑星のやつに重力のやつに似てるな。あの どっちから行くにしてもみんなで合わせていったらいい。行かないかんか。もう一個の方行ってないな。
ら全員倒した方がよくね。いるけどやらんのか。いるよな、やっぱ向こうにいいんだよ。はい、やらないんだよ。最初にタンクに変わってもらって私を閉じ込めたのはお前ら。大丈夫、みんな離れてる。あれあれが取れた。いって、ナイスディフェンス。2人攻撃の前に Q を。一人で耐えられるか。死の恐怖。タンクの人がいる反対側にいたがいいな。ナイス。マジックシューズの方が良さそうやな。ありがとうね。
ヘルム、グローブ、靴、何でもお作りします。素材は揃ってるかい？これゲットしたんか。マジか。クリティカル3より命中衰弱知恵、こっちのがいいか。防御はこっちの高いけど、あ、俺はこっちのが良さそう。で、6時から8時か。これはいつ始めるか。これはまだ始まってない。よし。じゃあ、ストーリー進めるか。ロバート。エストス。いい武器には紙といい絶対分の価値がある。ストーリーなぁ。これどっから行くのが近いのかな。ピンクの森を。テレポート石があんまねえよな。この、ライムディックから、あ、グリーンズフィルから行くか。よし、こっから行こう。3時までギリギリまでやります。ここに、なんかやり残したこと。東、このテラバードの丘の方に行く。ピン。ああ、懐かしいな、ここ。海辺だね。2、3日前だけど、ずいぶん前のように感じるな。とか、あ、られちゃった。早いもん勝ちなんだな、コンセプトはな。いらない。違うな、違う。ああ、違うわ。全然違うわ。クエスト、レイでやるか。でかいこいつ。待って、
当に強いわ。カードを何体足すんだこれ。8体シブドテラガード8体こいこいも倒さなにやらんし、何こいこい5匹殺す、気持ち悪睡眠そう。アスカ健在やん。クラバートに。一発しげ。こういうソロ狩りが苦になんねえな。むしろ面白い。あっかし2本とこの感じ。ほいほいた。こいつはスルーできない。普通にアグレッシブに攻撃してくるタイプだ。こいこいがあって呼び出すとこいつ。あっちゃうんだな、ハイ攻撃だと。厄介者こいこい完了。次がアタックバージョン、アタックバージョン、アタックバージョン間に合ったのな、感じなって思う。やべえ、入ってきてからかな。
アクチオン、トイトチトランスフレイネックスと、V。イカ略。ラスランとストーンガルドの間にある美しい草原、赤い花が咲き乱れている。だが見た目に反し、テラーバードやコイコイなどの凶暴な生物が多く、往来する商人たち。ちょっとね、ダンジョン今日行ったんでね、ストーリーあんま進まなかったけど、防具とか強くなったんで、まあよしかな。じゃあ次回この4章の続きからやっていこうと思います。じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。